泉区の仙台特集会病院の職員6人が、結核に感染していたことが分かりました。仙台市内で結核の集団感染が発生するのは6年ぶりです。仙台市によりますと、去年7月、仙台特集会病院で職員対象の健康診断を受けた70代の女性が結核に感染していることが分かりました。 報告を受けた仙台市保健所泉支所が女性が職場で接触した他の職員47人について感染の有無を確認した結果今月19日までに無症状の患者1人を含む5人が結核に感染していることが分かったということです最初に感染が確認された女性と接触した47人は全員医師や看護師以外の職員で 外来や入院の患者との接触はないということです。仙台市内で結核の集団感染が発生したのは2017年以来6年ぶりとなります。